最近大雨多いよね。台風が来ると被害も大きいよね。みんな近くの危ない場所知ってる？そんな時頼りになるのが防災マップだよ。それを住人たちで作った地域があるんだって。塩路山のふもとに位置する山口県下関市長府東部地区、地域の多くが土砂災害の恐れのある区域に指定されています。確かに山の斜面に近い場所がいっぱいだ。やっぱ竹が生えとるとこは柔らかいとこが多いよね。危ないです、雨降ったら、崩れる心配が多いんであります。地域住民は自主防災組織を10年前に立ち上げました。まず手をつけたのは防災マップの作成。自治体が発行しているものはありましたが、地域に住む住民目線を取り入れて誰でも使える防災マップを目指しました。本当にそこに住んでいる人たちの目で見た危険箇所っていうのを把握して住民の皆さんに周知すると。作成した防災マップには土砂災害が起こりやすいエリアの表示をはじめ、避難するときの危険な場所も記載しています。ひらがなで子どもにも分かりやすいし、災害ごとの避難所を確認できるんだね。高齢者や子どもといった災害弱者の視点も反映され、多くの住民が避難しやすい内容になっています。この人には誰が声をかけるのかっていうところまできちっとできてる地区は多分ないだろうと思っていて、安心できる地区に住んでるっていうことを多分みんな実感されてると思います。住民目線で防災マップを作成し、防災意識を高めている長府東部地区、地域の安心は自分たちで作っているんだね。自治体だけに頼らず住民目線の防災マップを作ることで、地域の危険な場所をより把握できるようになるよ。避難ルートや災害弱者を支援する人を事前に決めておくと安心安全だね。